2017年2月とあるゲームが発売された。ニーヤオートマタ、全世界累計出荷ダウンロード本数650万本以上を記録するアクション RPG。 2022年2月ゲーム発売から5年の時を経て、ニーヤオートマタ待望のテレビアニメ化決定。世界に衝撃を与えた。そして今日9月24日7ヶ月の沈黙を破り、新たな情報が解禁される。生と死を繰り返す螺旋に我々は囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。そろそろ始まりますね。2023年1月からの放送が決定し、いよいよ熱を帯びてきたテレビアニメニーヤオートマタバージョン 1.1 へ。今日は来年の放送に向けメインキャスト2人がその思いを語る。そして原作のゲームクリエイター横尾太郎とアニメ監督増山亮司のスペシャル対談を実施、アニメ制作の秘話を語る。ニーヤオートマタバージョン 1.1 へ in アニプレックスオンラインフェス。